事業部隊、英称、ベース、サービスアクティビティ、英略書 B 一スとは、海上自衛隊の部隊及び機関に係る構成、会計、給料、車両、施設及び、会場予備員の収容その他の業務を行うことを任務とする部隊である。従来、警備隊が行っていた、広報支援や隊員に対する福利構成等の、 サービス部門を選任する部隊として1987年7月1日に各地方大霊下に新編された。これに伴い、警備隊は警備部門選任部隊に改編された。基地業務隊の長は基地業務隊司令といい、一等会社をもって当てる。司令は地方総監の指揮監督を受け、基地業務隊のタイムを統括する。なお、市ヶや地区には、 海上幕僚幹部及び東京都に所在する海上自衛隊の防衛大臣直轄部隊及び機関等の業務を支援する組織として海上自衛隊東京業務隊が置かれている。5つの基地業務隊はそれぞれ地方総幹部所在地に置かれている。横須賀基地業務隊は基地業務隊本部及び基地業務分権隊をもって編成されている。 基地業務隊に次の5課及び補充部が置かれている。総務課構成課会計課車両課施設課補充部基地、業務分検隊に次の4課を置く。総務課構成課補給課施設課特別警備隊、標的規制備隊、江田島警務分検隊、海上自衛隊幹部候補生学校及び海上自衛隊第一十課学校については、海上自衛隊、 第一十科学校が担任している。ありがとうございます。